はい、では今回3回目アフリカですね、特定の輸出に頼るアフリカ経済というところをやってきます。狙いです。特定の産業に頼っているアフリカの経済について考えるということです。アフリカはどうやら特定の産業、これというね、売りがあるんですね。で、これ売りがあるっていうのは、まあ、非常にいいように思えるかもしれませんが、経済の面でいうと一個これっていうものに頼り切ってしまうっていうのは非常に良くないことだと言われています。まあ、それはなぜ良くないのかとか、まあ、現状どうなのかということをちょっと考えていきたいと思います。まず農作物ですが、コートジボワールやガーナではカカオの栽培が盛んです。カカオ豆ですね。で、それからケニアのお茶の栽培だとか、エチオピアのコーヒーという、コーヒー豆ですね。まあ、こういったものが栽培されるんですが、こういったものはほとんどが実は植民地支配の時の名残ですね。植民地支配の時に、まあ、プランテーションというもので、これはもう東南アジアの時でもやったんですが、ヨーロッパ社会にとって必要なもの、これを作りなさいということで大規模農園でやっている。だからこのプランテーションではカカオや茶やコーヒーっていうのはもともと輸出用で、しかもヨーロッパの国の人たちのために、ね、やっているということだったんですよね。はい。だけどそれが実は独立した後も、まあ、昔からやってるからっていうことでずっと続いているということですね。はい。で、こういった農産物でも、まあ、豊かにね、これによって、まあ、働いてる人もいるということなんですが、さらにですね、資源、鉱産資源と言われる資源ですね。これは金とか銀とか、その鉄鉱石とか、あと、まあ、石油、天然ガス、そういったもの、ダイヤモンドとかね、ありますが、まあ、そういったものが非常に実はアフリカって多いんですね。なのでこの資源の多さというのは実はアフリカを豊かにしているというふうに言えると思います。で、例えばナイジェリアやアンゴラではその原油や天然ガス、こういったものが出ていますし、それからまあ最近では レアメタル、これが本当に大事で、レアメタルの場合はスマホとかもそのパソコンの液晶に使われていたりとか、あとは自動車の部品であったりとか、我々の生活に必要なもの、そして、まあ、我々の生活に必要だからこそ、高度なもので高値で取引できるもの、まあ、こういうものの部品になっていくっていうところから、まあ、これはアフリカすごい、資源があってね、いいなというふうな感じなんですが、実はですね、まあ、これにも問題があって、例えばその資源が多いからこそいろんなところに狙われて紛争が多かったり内戦が多かったりするんですね。資源の取り合いによって、結構こう混乱になったりするということもありますね。で、さらに、もう一つ資源が与えるマイナス面で言うならば、実はこのモノカルチャー経済というものを引き起こす原因にもなっている、まあ、これは言われたりしますね。はい。モノカルチャー経済、まず何かを言います。特定の輸出品に頼るモノカルチャー経済ですが、モノカルチャー経済のモノっていうのは一つっていう意味です。なので一つの商品に頼っているという状態ですね。はい。まあ、ここにありますが、例えば、エチオピアはコーヒー豆が結構多いと。で、ザンビアでは銅がメインですね。で、ボツワナはダイヤモンド、コートジボワールではカカオ豆という形で、製品でこれっていう売りがあるわけですよね。だから、まあこの国はこういうのが有名なんだなっていうふうにして、その国がのインパクトがね強まるのはとてもいいことかもしれませんが、一方で問題なのは、その製品が売れなくなった時に一気に国自体がダメになってしまうということですね。だから本当はその商品がダメになったとしても、第2、第3、第4の売りがうちはありますよ、だったら安定していくんですね。でも一つのものに集中しすぎていると、例えばたまたま
このコーヒー豆が不作の時期だったってなったら、国民の大部分が苦しむというような状態になってしまいますし、コーヒーが、ね、健康にいいよという情報があったら世界でコーヒーが売れるのでいいんですが、コーヒーは実は健康に悪いんだっていうニュースが出ただけでコーヒーの売り上げが下がれば、その国がですね、大きな被害を生んでしまうということになりますので、非常にこのモノカルチャー経済っていうのは怖いんですね。じゃあモノカルチャー経済を脱却すればいいじゃないかと、つまりまあいろんなものを作ればいいじゃないかっていうふうに思うかもしれませんが、まあ、実はそう簡単にはいかなくてですね、モノカルチャー経済の原因になっているのは実は資源が多く取れるっていうことじゃないかって言われている部分もあるんですね。これを資源の罠とか資源の呪いというふうに言うんですが、この資源の罠、資源の呪いっていうのは何かっていうと、資源が多すぎることによってその資源に頼りきりになっちゃうってことですね。資源があるからいいや、ね、自分のところには資源があるから、その他のものについては工夫しない。実は自分たちのところに資源がない国こそ、限りある資源の中で他からもらったものを組み合わせて何か自分なりの価値を提供できないかといって新たな、仕事を生み出すという感じのようなんですよね。でもそもそもうちはたくさんお金があるしという感覚で、資源に頼り切っているとやっぱり今あるものがから次に行けないっていう状態が訪れる。これはなので、資源の使い方をやっぱ工夫しなければならないということなのかもしれませんね。はい、ということでこのモノカルチャー経済については実際にはなかなか収入が安定しないので、これをなんとかこう乗り越えるってことが、まあ、一つ今のアフリカの課題なのかなというふうには思います。はい、ではですね、今回の課題ですが、モノカルチャー経済の問題点を説明し、その解決方法を考えましょうという問題です。モノカルチャー経済の問題点、今説明しましたが、でも解決方法は特に言っていませんので、まあ、それぞれこんな風にしたらもうモノカルチャー経済、多様な製品を作れるのかななんていうのをこう自由に発想して、書いて考えてみてください。はい、以上で終わります。